干渉、ミクロネシア群島気象より、寂しい島、中島敦。寂しい島だ。島の中央にタロイモ田が整然と作られ、その周囲をタコの木やレモンやパンの木やウカルなどの雑木の防風木が取り巻いている。そのもう一つ外側にヤシ林が続き、さてそれからは白い砂浜、海、珊瑚礁といった順序になる。美しいけれども寂しい島だ。島民の家は西岸のヤシ林の間に散らばっている。人口は170、80もあろうか。もっと小さい島をいくつも私は見てきた。全島珊瑚のくずばかりで土がないために、全然タロイモ、これが島民にとっての米にあたるのだ、のできない島も知っている。虫害のためにことごとくヤシを枯らしてしまった荒涼たる島も知っている。それなのに人口わずか16人のビートを別にすれば、ここほど寂しい島はない。なぜだろう。理由はただ一つ、子供がいないからだ。いや、子供もいることはいる。たった一人いるのだ。今年5歳になる女の子が。そうしてその子のほかに20歳以下の者は一人もいない。死んだのではない。耐えて生まれなかったのだ。その女の子、他に子供はいないのだから言いにくい島民名前などは持ち出さずに、ただ女の子とだけ呼ぶことにしよう。が、生まれる前の十数年間、一人の赤ん坊もこの島に生まれなかった。女の子が生まれてから今に至るまで、まだ一人も生まれない。おそらく今後も生まれないのではなかろうか。少なくともこの島の年老いた連中はそう信じている。それゆえ数年前、この女の子が生まれた時は、老人連が集まって、この島の最後の人間、女になるべき赤ん坊を拝んだということである。最初の者が崇められるように、最後の者もまた崇められねばならぬ。最初の者が苦しみをなめたように、最後の者もまたどんなにか苦しみをなめねばならぬであろう。そうつぶやきながら、入れ墨をした牢屋や老婆たちが悲しげに慎み深く赤ん坊を礼拝したという。ただしそれは老人だけの話で、若い者は何年にも見たことのない人間の赤ん坊というものが珍しさにわいわい騒ぎながら見物に来たと聞いている。ちょうど女の子が生まれる2年前に戸籍調査があり、その時の記録には人口300と記されているのに、今ではもう170、180しかない。こんな速やかな減少率があろうか。死ぬものばかりで生まれるものが皆無だと、別に疫病に見舞われたわけでなくとも、こんなに早く減るものだろうか。当時女の赤ん坊を拝んだ老人たちは、もはや一人残らず死んでしまっているに違いない。それでも老人たちの残した教えは固く守られていると見えて、今でもこの島の最後の者たるべき女の子は、ラマの生き仏のように大事にされている。大人ばかりの間にたった一人の子供では可愛がられるのが当たり前のようだが、この場合はそれに多分の原始宗教的な畏怖と哀歓とが加わっているのである。なぜこの島には赤ん坊が生まれないのか、性病の蔓延や避妊の事実はないかと誰もが尋ねる。なるほど、性病も肺病もないことはないが、それは何もこの島に限ったことではない。というよりむしろ他の島々に比べて少ないくらいなのだ。避妊に至っては己の島の絶滅を予感して、その前におののいている者がそんなことをするわけがないのである。また女性の体の一部に不自然な施術をする気臭が原因だろうというものもあるが、この習慣の本家たるトラック地方の処理島では人口減少の現象が見られないのだから、この推測は当たらない。他の島々に比べてタロイモの産出は豊かだし、ヤシもパンの木もよく実り、食料は余るくらいだ。
別に天災地変に見舞われたわけでもない。ではなぜだ。なぜ赤ん坊が生まれないか私にはわからない。おそらく神がこの島の人間を滅ぼそうと決意したからでもあろう。非科学的と笑われてもそうでも考えるよりほか仕方がないようである。よく手入れされた雨殿と美しいヤシ林と真昼のまぶしい光の下に見ながらこの島の運命を考えた時、あらゆる重大なことはすべてにもかかわらず起こるといった誰かの言葉を思い出した。ものが滅びる時はこんなものなのかと思った。科学者たちはその滅亡の跡を見て数々の原因を指摘してはとくとくとしているが、その原因と称するところのものは何ぞ測らん。原因ではなくて結果に過ぎないことが多いのである。秋の終わりの最後のバラに思いがけなく大輪の花が咲くことがあるように、この島の最後の娘もあるいは素晴らしく美しく霊利な子、もちろん島民の標準においてではあるが、ではあるまいかと甚だローマン的な空想を抱いて私はその女の子を見に行った。そしてすっかり失望した。太ってこそいたが薄汚い愚かしい顔つきの平凡な島民の子である。鈍い目にかすかに好奇心と怯えとを見せて、この島には珍しい内地人たる私の姿に見入っていた。まだ入れ墨はしていない。大切にされているとは言ってもフランペシアだけはできると見える。腕や足一面に糜爛した腫れ物がはびこっていた。自然は私ほどにロマンティストではないらしい。夕方、私は一人渚を歩いた。頭上には丁々たるヤシの木が大きく葉扇を動かしながら太平洋の風に鳴っていた。潮の抜いた後の湿った砂を踏んでいくうちに、さっきから私の前後左右をしきりに陽炎のような、あるいは影のようなものがちらちら走っていることに気がついた。カニなのである。灰色とも白とも単褐色ともつかない、砂とほとんど見分けのつかない、ちょっとセミの抜け殻のような感じの小さなカニが無数に逃げ走るのである。南洋にはマングローブ地帯に多い赤と青のペンキを塗ったような塩招きガニなら至る所にいるが、この淡い影のようなカニは珍しい。初めてパラオ本島のガラルド海岸でこれを見た時、一つ一つのカニの形は見えずに、ただ自分の周囲の砂がちら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 と崩れ流れて走るような気がして、幻でも見ているような錯覚に捉えられたものであった。今この島でそれを二度目に見るのである。私が立ち止まってしばらくじっとしているとカニどもの闘争もやむ。素早く走る灰色の幻もふっと消えるのである。この島の人間どもが死に絶えた。それはもうほとんど確定的な事実なのだ。あとはこの影のような砂の亡霊のような小ガニどもがこの島を領するのであろうか。灰白色の揺れ動く幻だけがこの島の主となる日を考えると妙に嘘寒い気持ちがしてきた。薄明かりというもののない南国のことで日が海に落ちるとすぐに真っ暗になる。私が寂しい東海岸からそれでも人家の集まっている西岸へと回っていった頃はもうすでに夜であった。ヤシの木の下の低い民家からちらちらと火が漏れる。その一軒に私は近づいていった。裏の炊事場、パラオ語ではウムというが、ここ南方離島では何と呼ぶのか知らない、に炎が音もなく燃えていた。その上にかかった鍋には芋か魚でも入っているのだろう。私が中に入っていくと火のそばにいた老婆が驚いて顔を上げた。入れ墨をしたたるんだ皮膚が揺れ動く炎にちらちらと赤く映える。手真似で食を求めると老婆はすぐに前の鍋の蓋を取って覗いた。ダブダブの汁の中に小魚が3、4匹入っていたがまだ煮えないらしい。老婆は立ち上がって奥から木皿を持ってきた。
タロイモの切ったのと燻製らしい魚の切り身が乗っていた。別に空腹なわけではない。彼らの食べ物の種類や味が知りたかっただけである。両方をちょっとつまんで味わってみてから、私は日本語で礼を言って表へ出た。浜へ出るとはるか向こうに私の乗ってきた。そうしてここ数時間のうちにはまた乗って立ち去る。蒸気船の灯火が暗い海にそこだけ明るく浮き上がっていた。ちょうどそばを通りかかった島民の男を呼び止め、カヌーを漕がせて船に帰った。船はこの島を夜半に立つ。それまで潮を待つのである。私は甲板に出て手すりに寄った。島の方角を見ると、闇の中にずっと低いところで、五つ六つの火がかすかにちらついて見える。空を仰いだ。帆柱や綱の黒い影の上に遥か高く南国の星座が美しく燃えていた。ふと古代ギリシャのある神秘家の言った天体の絶えなる開運のことが頭に浮かんだ。賢いその古代人はこう説いたのである。我々を取り巻く天体の無数の星どもは常に巨大な音響、それも調和的な宇宙の構成にふさわしい極めて調和的な壮大な海音を立てて回転しつつあるのだが、地上の我々は大所よりそれに慣れ、それの聞こえない世界は経験できないので、ついにその絶えなる宇宙の大合唱を意識しないでいるのだと。さっき夕方の浜辺で島民どもの死に絶えた後のこの島を思い描いたように、今私は人類の絶えてしまった後の誰も見るものもない暗い天体の整然たる運転を、ピタゴラスの言う巨大な音響を発しつつ回転する無数の球体どもの様子を想像してみた。何か荒々しい悲しみに似たものがふっと心の底から湧き上がってくるようであった。